シリカ、どうしたんだ？ご機嫌じゃないか。はい、アリスさんにアマヨリちゃんを触らせてもらったんです。アマヨリ？アリスの乗ってる飛竜か。はい、すっごく可愛いんです。餌あげる時もスリスリって顔を寄せてくるんですよ。あ、そうか。あの巨体ですり寄られるとちょっと怖くないか？全然そんなことありません。鳴き声も可愛いですし、もうなんだかピナに会いたくなってきちゃいましたね。シリカ SAO でピナと出会って、ビーストテイマーになって、 ALO でも猫妖精ケットシーとしてテイミングが得意な種族を選んでプレイしてたもんな。やっぱり動物が好きなんだな。はい、お家でも猫を飼ってますから。アンダーワールドにはピナは連れてこられませんでした。だからかアマヨリちゃんを見てるとピナのことを思い出して懐かしくて、つい触りたくなっちゃうんです。そうか。でもピナと出会ってお友達になったことをアリスさんにお話ししたら、すごく驚かれてたんですよ。理由は言ってくれませんでしたけど、なんでなんでしょう。ん？そうなのか？どうしてだろうな。シリカ様。はい。シリカ様は以前古竜を手なずけたことがあると聞きました。ぜひその知恵の恩恵にあやからせていただきたいのです。え？知恵？恩恵？今私の仲間がシリカ様からのお言葉をいただきに参ります。ぜひ私どもに知恵の一部を。キリトさん、これどういうことでしょう。なんとなく分かってきたぞ。アリスから、この世界ではかつて守護竜と呼ばれる存在がいた。各帝国にその存在についておとぎ話が残っているぐらいだ。守護竜ってのは人語を理解して畏怖の対象にもなっている存在だから、シリカはそんな竜と意思疎通をしてテイミングした存在だから、この世界の人々にとっては竜を説き伏せた賢人のような人だと思われているんだろう。聖豪騎士の飛竜は生まれた頃から人間が育てるんだ。それに飛竜は人語を理解しても話すことはできないよ。そんな困ります。私はそんな称えられるような人物じゃありませんよ。私はあくまでキリトさんたちと戦うためにここに来たんです。戦う？ですがそれではシリカ様の大切な知恵が。平気です。自分の身くらい自分で守れます。シリカのテイミング能力がこんな形で迎えられるとはな。こうなったら私が戦えるってことをちゃんと証明しなくちゃいけませんね。ま、それではキリトさん、ちょっと私に付き合ってくださいませんか。いいけど、どこへ？実は私、魔獣の討伐依頼を受けていまして、私が強くなったことを証明したいので一緒に来てほしいんです。お願いできますか？なるほどな、分かったよ、一緒に行く。ありがとうございます。それではどうかお願いします。
する。この森で魔獣が発見されたそうです。ああ、でもシリカ平気なのか。ここに出現したのはかなり獰猛なやつだって話だ。もう少し頭数を揃えてきた方が良かったんじゃ。平気です。キリトさんだってこういう世界での私の実力知ってますよね。まあまあそうだけど、ここは SAO でも LO でもないわけだし。私やっぱり子供っぽいから戦いでは役に立たないと思われがちじゃないですか。それは仕方のないことだと思いますし、この世界の人たちも悪気はないって分かってるんですけど。でもだからこそアスナさんやリーファちゃんたち強い人たちにただついてきたわけじゃなくて、自分自身が戦えることを証明したいんです。シリカ、わがまま言ってごめんなさい。いや、シリカの決意は理解したよ。俺もなるべく協力するさ。はい、ありがとうございます。あ、魔獣が出現しましたよ。よし、二人で討伐して無事に任務を成し遂げたって自慢してやろうぜ。この奥に奴らの住処があるのかもしれないな。深追いは禁物かもしれないけど、この機会に一網打尽にできる可能性もある。行きましょう、キリトさん。私まだまだ戦えますよ。そうだな、これじゃまだ任務を完遂したことにならない。よし、行くか、シリカ。お、こいつは金飛び狐の子供。まだ赤ちゃんですね。わ、どうしたの。足にスリスリされたらくすぐったいよ。なんだかシリカに早速懐いてないか。本当ですね。あ、シリカ、スカートの中に入っちゃダメでしょ。だ、大丈夫かシリカ。不思議って？大図書室で調べたんですけど、金飛び狐の赤ちゃんって独り立ちするまでお母さんと一緒か群れの中で暮らしているものだそうなんです。つまり普通は一体で行動することはないってことか。はい、それに金飛び狐は多産だから最低でも兄弟が2匹はいるみたいです。もしかしてお母さんや兄弟とはぐれちゃったのかな。なんとなくそんな気がします。なんでわかるんだ。テイマーとしての勘というか、なんというか、この子すごく寂しそうな顔をしてたので。え、いや、寂しそうって言った途端にこいつ俺の弁当が入ったカバンを狙いに来たんだけど。それは本能だから仕方ないです。あの、キリトさん、魔獣退治をしながらこの子の兄弟やお母さんを探してもいいですか。わかったよ。それじゃあ魔獣を倒しつつ探しに行くとするか。そっか。え、どうしたんだ。多分少し進んだ先にあの子の兄弟がいます。行きましょう。え、なんでわかるんだよ。
キリトさん、早く。嘘だろ。やっぱりいましたね。いや、でも兄弟かどうかは。早速身を寄せ合ってるし、兄弟みたいだな。多分赤の他人かもしれないけど。絶対兄弟です。ああ、そうだな、そういうことにしとこう。わっ、今度はどうした。もう、だからスカートの中はダメだって言ってるでしょ。夜行性でもないのに、なんでそんなにもシリカのスカートの中に入りたがるんだろうな。冷静に分析しないでくださいよ。ああ、ごめんごめん。けどやっぱりシリカはビーストテイマーってことかな。は？ほら、動物との絆が深いから、こいつらの考えてることがわかるのかなって思ったんだ。いる場所を当てるなんて、なんだか心が通じ合ってるって感じだぞ。そうでしょうか。だったらいいなと思います。私、ピナやネコピナを見て、この子の言葉が分かったらいいのにって思ったことが何度もありました。 SAO で一人でさまよっていた時は寂しかったので、特にそうでしたね。何よりピナが望むことをしてあげられるようになりたいって思ったんです。そう思っていたら、言葉が分からなくても一緒にいる時間が長くなるうちに、不思議とピナの仕草や鳴き声の一つ一つでピナの気持ちがちょっとだけわかるようになったんです。だからこの子たちも動きや鳴き声でなんとなく気持ちを推測しているって感じですね。なるほどな。やっぱりシリカがピナをテイムできたのは必然だったのかもな。え？ああ、シリカは動物の気持ちを理解してちゃんと世話をしてあげたいって思ったんだろ。そんな優しさがあるからビーストテイマーの素質があったんだと思うぜ。そうですかね。あ、どこに行くの？追いかけるか。あ、はい。ほら君、お兄ちゃんを追っていくよ。兄ちゃんが離れてもシリカにおとなしく抱っこされたままなんて相当懐いてるな。そうなんでしょうか。とりあえず追いましょう。もう一匹兄弟がいたのか。いえ、この子は多分妹です。だからなんでわかるんだ。体も一番小さいですし、鳴き声の感じでなんとなく。あれ、この子血が出てる。怪我してるな。早く治療しなくちゃ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。怪我したのはどうしてかな。この傷から見て普通に動物同士の争いって感じはしないな。じゃあ魔獣が。そんなにまとわりつかれたら歩けなくなっちゃうよ。3匹とも見事にシリカに懐いたな。そうみたいです。でもその小さな子が怪我してるってことは、お母さんを早く探した方が良さそうだな。それからこの森にあるはずの魔獣の巣も。で、そうですね、先に進みましょう。でもまたはぐれちゃったら困るから、抱っこしながら進んだ方が良さそうですね。ああ、確かにな。よし、それじゃあみんな行くよ。来ましたね。ああ、それになんだか暗くなってきたな。はい、日も沈んできましたし、奥に進むごとに森も一層うっそうとしてきましたね。もう少しそばに来るんだシリカ、はぐれたら大変だからな。はい。
にしても本当にゴリ夢中って感じだな。こんなんで魔獣の住処は見つかるのか。すみません、キリトさん、私がこの子の兄弟を見つけるために寄り道したいって言ったから。あ、いやいや、そんなことないよ。せめて魔獣が住み着きそうな場所の目星がつけばいいんだけどな。あ、キリトさん、枝が顔にぶつかったんだ。なんだこれ、こんな植物見たことないぜ。それは多年生の植物で、名前は確か風菊です。魔獣たちが好んで食べることもあるようです。へえ。あとこの木になっているのは藤びわですね。食べ頃になると木から落ちてきて、かなり強烈な匂いを出すそうです。すごいな、シリカ。俺なんてもう2年もここにいるのに全然知らないことばかりだよ。はい、カーディナルさんから本をたくさんお借りしたので。お、さすがシリカだな。賢者の序謀を選んだだけあるぜ。シリカは勉強家、いや努力家だな。どうしたんだ。この辺に生息している植物を調べれば、魔獣が縄張りにしそうな場所を特定できるかもしれません。本当か。はい、寝床として使えそうな植物、好き好んで食べる植物、それらが多く群生している場所を探してポイントを絞っていけばきっと。ここもしかして。ビンゴだ、シリカ、スミカ発見だぜ。一体どうしたんだ。もしかしたらお母さんの匂いがしたのかもしれません。わかった。あれは、きっとこいつらのお母さんだ。もう死んでる。シリカ、あいつらを助けよう。はい、何があっても守ります。よし、格安エレメント攻撃します。ジェネレートクライアセレクトエレメント。
Thank you.
引きますよ。